こんな感じで焼いていきます。焼けちゃうと思うんで、はい、おお。はいどうも、料理の兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、思考シリーズ、ちょっとね、僕ね、もうちょっと本当言っていいですか、あの思考シリーズ、この前の撮影もその前の撮影もあのこれ思考シリーズ3回撮ってるんですよ。思考シリーズしちゃいった、めっちゃ突き指した。今3つ撮ったんですけど、思考シリーズってマジ酔っ払うんですよね。なんでかっていうと、思考シリーズめっちゃ僕の好きな料理やってるんでテンションなくなっちゃってめっちゃ飲んじゃうんですね。もう僕はね、限界です、体力の限界。ということですね、今回は思考のフレンチトーストですね、でした今やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。牛乳 50cc、 生クリーム 50cc、 卵1個、食パンなんですけど4枚切りにしてる、厚い方がうまい4ですね。あと砂糖と、まあ、あればバニラエッセンスあったら、多分これ炎上するかもしれないですけど、多分都内で、フレンチトーストで、1200円ぐらい取ってるお店ぐらい美味しくなります。これ炎上ポイントです、ということでやっていきたいと思います。あ、まずね、耳切ります。あの僕耳、パンの耳あんま好きじゃないので、思考なので、はい、すいません、あの耳切ります。これは後で揚げて、油で揚げて、なんか砂糖まぶしたりして食べます。こんな感じでね、はい、切ってあげてください。あ、ちょっとパンダで、卵液を作っていきます。で、卵ですね、まず卵を割っていきます。あの、酔っ払った時さ、甘いもの食べたくなりますよね。それが今の僕です。ここにね、お砂糖を入れましょう。僕の感じだと多分ね、大さじ1と半分の1ぐらいで、ここに生クリームですね、はい、生クリームですね、35% の生クリームを使いました。で、これアイバーでいいんですけど、バニラエッセンス、うちあるんですよ、実は。はい、1、2、3、4、これをやると、バニラの香りがついて、バニラっぽくなります。そうしましたらですね、混ぜたらもう全然 OK なので、ここにですね、ドボドボってね、あ、食パン浮いてくるのね、浮いてくるのね。ね、こんな感じ。あ、違うわ、これね。酔っ払ってるのでちょっとやり方忘れたんですけど、これね、電子レンジにかけるとすぐ染み込むんだった。じゃあね、今ねバットでやったんですけど、こいつをですね垂らしてくださいね、はいはいはい、はい、でここに入れます、はい、で、卵液ね、こうやってかけます。こんな感じですね、はい。本来ならばこれね1日浸して全部吸わせた方がいいんですけど、そんな待ってらんないじゃないですか、僕せっかちなんで。片面34分、600W 30分、チンします。はい、30分チンした姿がこちらです。全然変わってないですね、ちゃんとね、これちゃんとね、どうですか皆さん、見てわかると思うんで、全然染み込んでないですね。ちょっとね、何分か置いてこれね、全部ね染み込ませていきます。あの、適度にひっくり返しちゃう、これ15分ぐらいつけたのがこちらですね。もうほとんど汁残ってないですね。そしたらですね、フライパンに火をかけます。絶対うめえぞこれ、はい、バター 10g ですね。やっぱね、飲んだと甘いもんですよね。僕ね、パフェでもね、お酒飲んでるんでね、甘党でもあり、辛党でもあるんでね、熱いね、食パンを使ってね、レータル、レッツなフレンチトーストを作っていきます。これでね、ちゃんと溶けましたね。じゃあ中火ぐらいにしましょうか。ほとんど水分を吸い上げた、このフレンチトーストを焼いていきます。あ、いい、あ、いい香り、いい香りしてきた。スメルドリンカーリュウジなので、でね、多分ね、結構ね、火力も強いんでね、すぐ焼けちゃうと思うんで、はい、おお、うまそう。片面焼けたら弱火にして、
蓋閉めて蒸し焼きにしてください。相当卵吸ってるんですよ、これ内部に。なので、内部のにが焼けるまで相当時間がかかるので、蓋をして弱火にして蒸し焼きにしていきます。大体どれぐらいかな、まあ、4分あればいいかなっていうふうに思います。お、すごいっすね。こんな感じになりました。巨大になってますね、かなりね。こちらにね、ここにですね、はい、オイルバター、はい、そしてメープルですね。おっ、それでですね、至高のフレンチトースト完成となります。今日はですね、さすがに日本酒じゃおかしいなと思いまして、俺は大好きなスピリッツですね、カシアサを。ソーダでいっていきたいと思います。いただきたいと思います。これね、いただきます。めちゃめちゃ僕ね、秋葉原かなんかでフレンチトーストのお店、オープンのちょっと前に行って30分なんですけど、そこのフレンチトーストも確かに美味しかったんですけども、これのがうまい、めっちゃめちゃうまいです。これね、うん、僕がこれでフレンチトースト専門店やります。後追いのバターもすごくコクがあってて、めちゃめちゃ極上のパンケーキを食べてるような感じです、これ。しかもこれ仕込み時間そんなかかってないです。本当に30分ぐらいですよ、これ。30分置いて焼いただけですよ。これでこんなうまいとはな。もぐもぐ。ほんとうまい。いや、こんなにこれ、もうね、専門で行かなくていいわ、もうこれ。ほんとに美味しい。ほんとに美味しいし、ほんとに酒飲める、これ。カシャサがうまい。ちょっと香りの独特なラムみたいな感じですね。もっと甘いのが好きな方は生クリーム持ったり、バニラアイスを添えていただいても、もうそしたらもうどうしよう、やばいと思います、これ本当に。これ多分世に出していけないレシピだと思います。それぐらい美味しいです。で、美味しいです。はい、ということですね、皆さん今日の料理どうでしたでしょうか。美味しそうだなと思った方、もしくは一緒に飲みたいなと思ってね、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。